ご来場ありがとうございます。まずは、はじめに、川崎フロンターレ FRO、中村健吾さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、続いて、先ほど失礼いたしました、FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さんです。よろしくお願いいたします。お二人本日はお忙しい中ありがとうございます。まずはお二人からお集まりの皆さんに一言ずつご挨拶をいただきます。はじめに健吾さんお願いします。皆さんこんにちは、 FRO の中村健吾です。今日からですかね、人数が増えて東京のサポーターの方もちらほらと、ありがとうございます。短い時間なんですけど2人で3人でですね、はい、楽しく話したいと思います。よろしくお願いします。C 東京クラブコミュニケーターを務めています石川直弘です。先ほどご紹介いただきましたけど、今アワカパークオンラインといって YouTube チャンネルで羽生さんと立花ゆりかです。今やってますけど、はい、いつも5時間半試合前後で長いね、長いくっちゃべってるんですよ。すごい、それの今一部をお届けしているということで、FC 東京のサポーターも今日はいらっしゃいますし、はい、ここからもう戦い始まってるんですでにすごい、よろしくお願いします。温度差を感じてしまったよろしくお願いします。アウェーだからね。そうですね、でもあったかいんですよ、フロンターレのサポーターの皆さんは。Thank you.
森重正人、32番センター、ジョアン・オマル、50番ディフェンダー、長友佑都、8番ミッドフィルダー、高萩洋次郎。
見た目だったコース変わった、わずかに右。まあ、この出し方がどうかっていうところでしょうね。まあ、でも体についてる見えますし、試合終了の笛を吹きました山本主審。最後東京ゴール前でフリーキックを獲得しましたが及ばず、 1-0 レアンドロ・ダミアンの虎の子の1点を守りきって川崎リーグ戦6連勝、足踏みとなりました。ただちょっと最後のいろんなものを巡って東京の選手は収まりがつかないという状況です。それだけこの試合にかける思いっていうのは強かったというところでしょうし、まあ、ただレールの方々もまあしっかり、まあ、いろんなことを見ながらジャッジしますからね。まあ、でも本当にこう試合を通してはあのフェアでハードが素晴らしい試合でしたよね。はい、非常に拮抗したゲームになりました。38回目の神奈川クラシコ、これで通算川崎19勝東京10勝引き分け9という、このあと選手が場内を一周いたします。